2011年日本ドイツ生物学会フォーラムもしも以下でいく、2番目です。このパートのですね、合言葉はですね、いきます、生存戦略というこういう合言葉でやらせていただこうかなと。就職先を手に入れろ、生存戦略しましょうか、あるいは最もスマートな研究職の探し方、こういうタイトルでやらせていただきます。なんでお前出てきたんだと、さっき安西さんと喋ってくれまして、多分僕彼より若いと思うんですけどお前みたいなペペを何してんだということなんですが、僕は DBCS、オーガナイザーのモノさんと、同じところで、テクニカルスペシャリストをやっております。で、ツイッターのアカウントはアットマークアイナット、アイナットと呼びます。職場でもアイナットと呼ばれます、犬とか呼ばれてます。で、まあ、これはいいんですけれども、なんでこういうことになったかといいますとですね、ある日こういうことをうちのボスが言うておりまして、来る人はファムカ RT しようと、なんか Google プラスの、もしも Google プラスが運命とか言ってて、そんなの通るわけないじゃないですかって、運勢学会ですよ、通ったら僕喋ってもいいんですよ、来たー来ちゃったんです。あれなんでって思って、まあ発表あったんですよ、他にちゃんと僕も一応ねあったんですけど、もう当日朝の伝統芸能をちょっと使いましてですね、今 ここに立っております。そういうわけでプレゼンをしておくんですけれども、 T でつながる私とは何だっていうことで、 T って何だっていう、ツイッターなんですけど、ツイッターの話は別にもうさっき安西さんもしてくれたんで別にしなくてもいいだろうと思うんですけど、2010年春のことです。こういうことを僕はブチブチとツイッターで言っておりまして、終始2年やったら厄年やめてと、もうどないやと、知らない、終始2年生です、将来が不安です、もう馬鹿正直でね、嘘もつけない僕に就活なんかできないですよと。別に働きたくないわけじゃないです。就活というのはちょっとやっぱり無理なんですよ、僕は。無理だなと。この学会に頭立ててくるような兄ちゃんに就活なんかできるわけがないんです。で、そんなことを言ってましたらですね、ボーノさんのアルバイトをツイッターで募集しておりまして、おっ、面白そうだなと思って、ここにとりあえず何の気なしにこう RA を応募しました、ツイッターのアットで。で、RA とかをしつつですね、いろんなところでこう泣いてくださいとか、ツイッターで言ったりしました。シャープ泣いてくれと。こういうハッシュタグを僕ら実際使ってやってたんですけど、泣いておくれよと。で、そんなことを言ってましたですね、ちょっと上にピンク色のアイコンの人いますけれども、忍び寄る、大泣いてましょうと。泣いてがないことを、大泣いてって言うんですけども。そういうことを言っておりますと、ね、モノさんがですね、うちの会社の内定出しましょうかとか言っているわけですよ。あれ？僕も内定欲しいんですけど、英語で ES です。ES。ES どこに出したらいいですか？ね、就活って ES っていうのを出さなきゃいけないって言うじゃないですか。僕 ES 何の略か分かんないですけど、多分これだと思うんですよ。違いますか？違わないですよね。合ってますよね。俺もこの学科でたくさんこのあれ聞いたんで、絶対間違ってないと思ってるんですけど、まあ、こういう ES というものです。提出したんですよ、Twitter の後で。で、そんなことしていたらですね、投げて取りました、安心して就職活動を示してくださいって投げてもらいました、後で、こんな感じで内定をもらいましてですね、後の現職であると、こういう感じで今仕事を得ております。何のことはない、ツイッターをグダグダしていたら仕事が降ってきたと。ソーシャルネット SNS って何の略か、ソーシャルネットワーキング就活です。間違いない。じゃあ SNS、まあ僕たちが選ぶ運命の SNS とは何だと。SNS、SNS ってもう Web2.0 とかもういっぱいあるわけですよ。まあ、これは SNS だけじゃないですけども、すごくいっぱいサービスがあって、増え続ける SNS と Web サービス。で、まあ、アカウントいっぱい取って、36個主導でアカウント取ってやった。もうアカウントだけが増え続けていくと。どうしたらいいんだ、これと。あ、これも生かさないじゃないだろうというふうに今日は提案をしたいと思っているんですね。どういうことかというと。結局僕はリクルートスーツなるものを届くことで一度としてなかったんです。そしてなくていいんだったらまあ別に、いやでもやっぱり着とかないとねっていうものじゃないと思うんですね。なので、まあ、ツイッターで就活ノースーツノーネクタイフィニッシュ、そういう大変ちょっとねかっこよく言ってみたんですけど、別にねスーツ着てないっていうだけなんですけどね出会ったりとか、またそうやって実際にいろいろあるウェブのサービスであるとか、そういうものを実際に活かせるっていうのはツイッターだけではない。先ほど安西さんツイッターの魅力について存分に語っていただいて、僕もなんかツイッターね、そんな
知らなくていいと思うんですけど、ツイッターだけじゃない。何かというと、まあ、Facebook で君の友人が3人、新しい女の子のフレーズを増やしていたら、それは間違いなく合コン帰りだとか、そういうような、なんかこう、Facebook ありますね。Facebook もすごく役に立つと僕は思っていて、まあ、これはその仕事とかにはちょっと関係ないんですけども、まあ、この辺になったといろいろあるんですけど、海外の友達とやり取りをしていて、今度イタリアに行くから止めてっていう感じで、旅先の宿を確保したりとか、そういうような感じでですね、有効利用することができます。こういうのは今までやっぱり Web2.0 とそのソーシャルネットとかがなかった時はやっぱり難しかったのかなと。来週行くからって言っても手紙送っても来週イタリア届かないですよね。来週どころか来年になっても届かないですよね。そういうような感じで、ネットがあるからこそできるっていうようなことが今の時代たくさんあるんです。で例えばこういうような、ちょっと字ちっちゃいですけど、今日から CSH、コースプリングハーバーに行ってきますっていう。でみんなにツイッターでこれを言ってみんなニューヨークに行くよって言っちゃうとお土産くれってすごいあっても飛んでくるんですけどそれ困るんですよね。そんなにお土産も買ってこれないですし CSH 何もないですしカビのぬいぐるみとか売ってましたけどそういうのなくてそういう相手を限定したい時ツイッターと違って Google プラスっていうのは公開する相手を限定するっていうのが一つ大きな特徴 でそれをすることによって見せたい相手だけに見せることができる。例えば職場、うちの職場なんかそうなんですけれども、学会に出す用紙のとかをですね、メールで送ったりとか印刷して共有したりとかしないで、Google プラスにボンと貼り付けて、その人たちだけに見せるっていうようなやり方をしているというような感じで、大変役に立ってまして、ぶっちゃけこうだけの話、なんか最初に Google プラスのあれを出したときに、この、ね、プレゼンっていうか、このフォーラムが始まる前に Google プラスなくなったらどうしようかっていう話をしてたんですけどもなかなか無事に今も続いてるウェーブはなくなっちゃいましたよね。ということで、守秘回線 Google プラスいろいろ SNS あるわけです。頼りに乗ればいいっていうもんじゃないんですよね。でも Google プラスのおかげで Twitter の方がだらないネタに専念できるとか、要は SNS っていうのは使い分けだろうと。それぞれの特徴を見て、それぞれに合った使い分けをしないといけないよねっていうような話なんですね。でじゃあその就活みたいな話に戻りますと、研究職の、ね、探し方という話だったので、就活のやり方って本当に一つなのかっていうようなことがあります。でそういう意味ではですね、こういうふうに書いてます。スーツ着て就活するよりも牧場っていうのは今のうちの職場のあだ名なんですけど、プログラムを覚えて DB ガチャガチャ殴るような道を選んだ2年前の俺にしこたま B を覚えたいと自分で言ってるんですけど、それはねえって話なんですけども、マイナビ…やっ言っちゃったマイナビ…OK? マイナビ…もたれちゃった、いい、登録するだけが就活じゃないねっていう話で、ここだけじゃないけどね、就活するっていう風なことになるとみんなそういうような就活サービスを使いがちなんですけども、そうじゃなくていろいろな道があると思うんですよ。例えばその IT な人々はウェブを有効利用していると僕は、こちらから見ているとそういうふうに見えるんですけれども、例えばこれは GitHub っていうウェブサービスがあるんですけど、これは自分の書いた、プログラム、コードを、ウェブ上にアップしてでやるっていうオープンソースなんですね。でこれは実際に自分のコードをアップするとそれに興味を持ってくれた別の人が、それを改善してくれたりとか、みんなで共同作業をしたりとかいうこともできると。これを、オープンソースというんですけども、この自分の書いたプログラムを、ウェブ上に出すっていうのが履歴書代わりになっていると。あの人はどういう人だろうっていうときに、プログラマーだと、例えばコードを見ればどういう人なのかって分かるんですね。そういう履歴書代わりのオープンソースであったりとか、例えば勉強会とかですね。これは、大規模データ処理勉強会とかで、僕がこの前行って喋ってきた話のものなんですけども、IT 系の勉強会とかはかなり都内だとかなり活発ですし、地方というか、いろんな県でもやってますね。そういうところに行って、自分の興味のあることを発表したり聞いたりっていうする、そこの情報交換、我々だと学会っていうものしかないんですけれども、勉強会とかいうものを、若手の会とかもありますけどね、そういうところで情報交換をするっていうのはすごく、転職に生々しい話をすると転職に有効だと、転職先は勉強会になるというような話なんですけども、こういうようなオープンにウェブ上に情報を出していって自分に必要な情報を取っていくっていう IT 業界に我々も続いていかなきゃいけないんじゃないかなっていうのを強く思っておりました。でも SNS に踊らされるというのもこれもかえってよくないと。で
こういうようなことを言って、これ僕の発言みたいになってますけど、ブライアン・バートンさんっていう人が言ってた、仕事もらうためにはどんどん外に出なきゃいけないよねって、SNS とかバーチャルリアリティとかそんなのいらないよって、ビール飲んでギャラギャラ笑ってれば仕事はもらえるっていうような人もいるし、それもちろん正しいと思うんです。ウェブを使えば何でもできるっていうことではないと。要はバランスの問題なんですね。で、じゃあどうすればいいのかなっていうふうになると、例えばツイッター有効利用したいからって言って、面白くない。あの人にお前らフォローしたと思ってるんだ。楽しませろとか、ね、そういうのはやめましょうと。絡むときはスマートに絡みましょう。で、僕が帰宅したとポスターしなくても、お帰りってリプライを飛ばしてくれるぐらいスピード感がないと業界では来ていけないと。ちょっとアジリティが足りないという話なんですけど、まあこれは言い過ぎなんですけど、タイミングがいいです。ウェブっていうのはすごく流れが早いので、やっぱりそのタイミングを逃すっていうのはすごく、残念な結果につながりがちです。書き留め、これは、うちの職場の、訓示でもあるんですけれども、人の表現、そしてそれをオープンにしない。ウェブでは発言しないということで、それはいないのと同じことだと。自分から情報を出していかないと、自分のところには情報が来ないというような、ことがあります。これは本当に一つまとめていると思うんですけれども、まあ、そういうようなことを使っていると、わずか40秒で、ツイッターに、これどうするのって言ったら40秒で疑問が解決するツイッター。これがウェブ 2.0 の違いかと。それが我々の生存戦略。ウェブを使って、そうやって情報を出して情報をもらって、それを有効利用、バランスよく有効利用していくことで、僕は仕事を得ましたし、まあ、共同研究ができるかもしれないし、講演に人を呼べるかもしれないし、いろんなメリットがあると思います。まあ、もちろんデメリットもあるんですけど、ね、そういうところをうまく活かしていくと。で、まあ、最後になんかツイッターで職を得る方法についてね、語るなんて未来合理ない以外にないだろうというような自信なさげな感じで、自信あるんですけど自信なさげで終わりと思います。ご清聴ありがとうございました。